ミエチスワフ・フォルショフスキは、ポーランド出身のピアノ奏者。99歳まで、公開演奏会を行った。晩年のバッハ、モーツァルトやショパンにおける常味深い演奏での評価が、特に高い。とりわけショパンについては、自身が、ポーランド出身である上に、ショパン直系の弟子筋に当たる。恒例での演奏であっても、決して枯れたものではなく、むしろみずみずしいところも特徴である。 一方でシマノフスキ、ビライコールロボスなども好んで演奏した。1902年のミエチスワフミー・チョホルショフスキ、オーストリアハンガリー帝国のレンベルクに生まれる。母親はショパンの時期でし、カールミクジに学んだピアニストであり、その母から直接ピアノの手ほどきを受けた。4歳の頃からすでに神道と呼ばれ、1899年7歳の時に、 ビーンに移り住んで、名教師レシェティツキの指導を受け、この年にはヨーロッパ各地で演奏旅行を行う。レシェティツキはベートーベンの弟子、カールゼェルニーに学んでいるので、ホルショフスキはショッパンとベートーベンの創尊弟子にあたる。レシェティツキの義理の姉妹、アンジール・ポトカ、アンジェル・パトトスカは、ホルショフスキを高い次元の振動を投票した。 1901年ベートーベンのピアノ競奏曲第1番をワルシャーで演奏し、ヨーロッパとアメリカを振動として演奏旅行する。1905年にはガブリエル・フォーレのために演奏し、ニースでカミリュー・サン・サーンスと会う。1909年、パリの大学コレージュとフランスで哲学を学ぶため、演奏活動を2年間中断する。ベルクソンの講義を聞くためだったという。 ホルショフスキの家系はユダヤ系だが彼自身は若くしてローマカトリック教徒へと転校しておりシン部かかったというフランスの批評家アンドレ・トゥーブーフはホルショフスキはとてもユダヤ的でありかつとてもカトリック的だどちらの場合もポーランド人以外ではありえないような形だと述べている1914年第一次世界大戦の影響でミラノに移り住み トスカニーニと知り合う。1940年第二次世界大戦中にアメリカに移住。1942年以降フィラデルフィアのカーティス音楽院で更進の指導に当たった。ここでの門人にリチャード・グード、ピーター・ゼルキンらがいる。ホルショフスキはカザルスの伴奏者としても知られるが、その後もプラド音楽祭には常連として参加した。カザルスについては、 ケネディ大統領に招待されたホワイトハウスコンサートの際にも伴奏を担当している。他にシゲティアブダペスト弦楽四重相談との共演による録音も多い。しかし1960年前後からは録音が減り、表舞台から忘れ去られる。1963年からルドルフ・ゼルキンの誘いでマルボロ音楽祭に参加。この地でマレー・ペラヤを教えた。 1981年にピアノ奏者のベアトリー・チェコスタと結婚する。1983年91歳の時にペライアの招きによりオールドバラ音楽祭に出演したことが契機となって大評判を呼びホルショフスキルネッサンスが起こる。1987年95歳の時に初来日し名優の名を冠した東京のカザルスホールの落成記念のため 12月9日と11日の2日間にわたってリサイタルを開いた。コンサートの模様は CD および DVD として発売された。この頃、ノンサッチレコードレーベルでスタジオ録音を行っており、4枚のアルバムとして発売し演熟した演奏を聴かせている。1991年10月31日、生前最後の演奏会を開く。 1992年3月6日に100歳、記念演奏会がカーネギーホールで予定されていたが、直前でキャンセルした。1993年5月22日、心臓麻痺のためフィラデルフィアの自宅にて死去。ありがとうございます。